よーし、いきますよ。55個目、何が出るんでしょう。ちょっと待ってよ。はい、何が出るんでしょうか。ポン、お、なんだ、待って。え、これ何、待って。シークレットじゃない、シークレットじゃないこれ。ちょっと待って。あ、来た、これでしょ、シークレット、マリオ&土管だって。うわ、待って、来た。え、シークレットだよね。シーティク、おーだ、噛みすぎ。シークレット来た。やったー、やったー、来たぞ、ついに来たぞ、マリオ&土管。え、あー、なんか土管の中に手が入ってましたけど、怖っ。あ、何、マリオ&土管なの、どういうこと。なんか小物入れとして使ってくださいってこと。ちょっと組み立てよ。あー、待って、このアートワークあるな、確かに。なんかちょっと予想と違ったな。MK さんの予想とは全然違ったんですけども、なんかドットマリオとかが来るんじゃないかなと思っていたら、マリオ&土管でした。待って。ちょっと待って、組み立てがわからん。組み立てがわからんのだけど、なんだ？上下になってて、あ、こっちの手が、こっちで、おー。なんか確かにシークレットっぽいっちゃぽいね。あの、小物入れとして使えるよという。そういうコンセプトなのかは分かりませんけど、土管&マリオ出てきました。シークレット、すごくない？あれ？あれは？あれ？あの、これはないの？あ、まあでも確かにこれはないか。ブラザー、まあまあそうだよな、タイトルとかではないからこれはないのか。まあそれはちょっと残念だけど、土管&マリオ出てきました。やったぜ。やったぜ、本当に。やったー。え、すごくない？よく出したね、今。ということで、120個目。マジ頼むわ。これ当たんなかったら、いや、もうそれは後で考えます。ということで、行きましょう。ポン！まあ、ダメだ。クッパジュニアですね。これさ、120個やって当たんなかったらさ、どうする？あと何個買えば当たんの？あ、待って、ちょっと待って。これじゃない？ちょっと待って。これじゃない？これ。あ、待って、これだ！みんな、ちょっと待って、ちょっと待って、これだ！ほら、猫クッパジュニアなん、え、そうなの？え、当たってないか、今まで。これじゃん！ちょっと待って、当たって、やった！やった！マジか。猫クッパジュニアなんだ。あーさあ、そっか。あー、今ちょっと待って、反応取り直したいわ。取り直さないけど。うーわ、そうなんだ。いや、あー、ほんとだ。ちょっと違うもんね、持ち方。ほら。え、待って、これどっち向き？ちょっと待って。壊しそうになるわ。あー、違う？ま、こうか。合ってるね。あー、待って。びっくりした、今。もう今さ。泣きそうになってたもん。これどうしようと思って、本当にこのさ、MK さんのさ、このチョコエッグさ、パート12まで来てさ、これマジで当たんなかったら、本当にさ、お金とかどうしようと思ってたのね。当たった。皆さん、これですよ。今回のシークレットは、はい、猫クッパジュニア。え、猫クッパジュニアなんだ。なんか予想外だね。猫クッパジュニアってだってさ、クリア後しか出てこないよね。あのスーパーマリオ 3D ワールドっていうか、フューリーワールドだと。ああ、ちゃんとほら、クラウンのところも猫のほら、ヒゲがついてる。ああ、ちょ、あー待って、なくす。ということで、終わりました。やりました！スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドの、チョコ、ちょっと待って、ちょっと最後ちゃんとつけよう。フューリーワールドのチョコエッグ、ちょっと待って、手震えてんのね、さっきから。あの、シークレット嬉しすぎて、ちょっと手震えちゃってるんで、ちょっともうマジで、あの、ちゃんとつかないんですけど、揃いました！はい、ということで行きましょうか。お、あ、これは詰まってるね。マリオかルイージーぐらいだと思います。まあ、ブンブンも結構詰まってんだよな。開けていきましょう。ポン！あ、これだよね。ムササビじゃない？ほら、来た！やったー！当たった！よかった、マ
ジで、マジでよかった。よかった。はい。ムササビマリオだよね。シークレットはムササビマリオだと思った。なんか髪ぐちゃぐちゃじゃない？なんで？なんか髪ぐちゃぐちゃだけど、おー、来た。シークレットムササビマリオ待ってた。本当に。本当に待ってた。これパーツ足りないとかやめてよ。あるんだよな、なんかパーツ足りないとき。はい、ということで組み立てていきましょう。いや、よかった。あー、よかった。本当に超安心した。あとはアワチビヨッシーね、任してください。今日まだ2個あっから任してくださいよ。うわ、待って、来てる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 ぞ、波が。これパート7で終わるか。そう、80箱なんで、まあ、パート8まで行くかなと思ったんだけど、これパート7で終わるかもしれんな。ちょっと待って、腕の付け方がわからんちょっと腕の付け方がわからんすぎ。こうこうん、この辺ん、あ、ここか。すごい変な角度すごい変な角度。あ、親指が前に来るような感じね。はい、じゃあこういう感じでつけまして、あ、しかも結構個体的にもいいね。そんな傷とか塗料かけとかもそんな目立たないんで、 OK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  結構いい感じのシークレット引けたんじゃないでしょうか。ちょっと待って、組み立てたらね、皆さんにもう一回ちゃんと見せたいと思います。あらら、これすぐ取れるんだね、尻尾が。9年前のだからさ、若干これベタつきまでいかないけど、なんかこうちょっとなんだろう、チュルしてるよ。はい、ということで、はい、来ました、ムササビマリオ。かっこいい。よかった。当たって、マジで。で、ですね、ムササビマリオは、実はまあ、去年の、まあ、2年前か。2年前にも、ラインナップされてるんですよね。それがこちら。なんか違う？一緒か？もしかして一緒これ。あ、なんか若干、この9年前の方が、ツヤってる。でも、型一緒じゃね？あら？あれ？もしかして MK さんが超追い求めてたムサ、あ、でも若干顔違う？いや、一緒だよな。なんか、一緒な気はする。MK さんがすげえ追い求めていたムササビマリオ、もしかしたら変わんねえのかもしんねえな。2年前のあのやつと。ちょっとショックだけど。え、同じだよね。なんかちょっとだけ顔がさ、2年前のこれの方がふっくらしてるような気もするけど、個体差な気もするな、ということで、OK、当たりました。なんかちょっと、変な感じですけど、もういいんですよ。今回シークレットでこれを当てたというのがでかいんですから、ちょっと顔だけ取れて怖いんで、ちゃんとつけましょうね。はい、ということで、OK、シークレット出ました。お？なんだ？なんかちょっとだけ、カラカラしてる。ヤドンかヤンチャム、開けていきましょう。ポン！あ、フォッコもう、なんだよ。フォッコ、まあまあまあいいけどさ、御三家的にはね、いっぱい持っておきたいですから。そう、これまでね、MK さん、XY の時はケロマツを選んだんですけど、その他のポケモンの実況もね、たくさんやっておりますので、まだ見ていないという方は、ぜひそちらの動画もご覧ください。そして、来週はスカーレット・バイオレットですからね、そちらの実況もお楽しみにということで、まあそんな宣伝はいいとして、フォッコ出ました。まあ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 。まあまあ5個目だから許しましょうや。で、ちょっと抜け人がずれてしまいましたが、今回の7個目、もう頼むよ。揺れ方的には、なんだろう。まあちょっとカラカラしてるから、ゼルネアスかイベルタル予想です。ということで、はい、今回の7個目。はい！あ、おいこれだろ！これだよね！これだよね！うわ、ちょっと髪汚いけど、まあいい、全然いい。うわ、お前か。それはわかんなかった。うわ、髪汚な。せっかくのシークレット、髪汚な。シークレット、メガバシャーモ。そっちか。モーカポケモン、バシャーモは高い攻撃が特徴のポケモン。メガ進化することでその攻撃にさらに磨きがかかるようだということで、そう、特性加速のね、炎格闘タイプ、メガ進化のポケモンでございます。そう、メガ進化はね、 XY から出てきた要素ですので、まあ確かに
よく考えたらシークレットメガ進化か。いやでもさ、メガ進化選ぶんだったらメガルカリオじゃない？アニメ的にもゲーム的にも、そうメガ進化を一番最初にしたポケモンっていうのはメガルカリオだっていうね設定があるんですよ。 XY ではね、メガレックウザはややこしいので一旦置いといて、そうメガルカリオなんですよ。だとするとメガルカリオじゃないか。普通に考えたらまあまあいいのよ。うわ、しかも結構パーツばらけてんな。体があって、ここに、はい、まず、いや、顔の前に腕つけた方がいいのか。腕が、え?あ、これ腕は、あー、なるほど。これ顔だけじゃなくて体も一体化してんだ。こうやってつけ、いった。ここめちゃくちゃ尖ってるんだが。体をつけて、で、腕が、こう来て、あ、かっこいい、かっこいい。え?待って、かっこいいぞこれ。飛び膝蹴りのポーズをしている。でこっち側にも腕をつけて、こ下かこうかん、合ってるね、合ってるね。よーし、オッケー。おー、あ、かっこいいじゃん。メガバシャーも、あー確かに、いやメガルカリオでも全然かっこいいと思うけど、うーわ、あり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 。おー、いいじゃん、かっこいい。いいねいいね、シークレット。あ、ちゃんと爪のところもほら白く塗装されております。で足をここにつけて、はい、メガバシャーもシークレットでございます。おー、あ、結構個体的には悪くないんじゃない。塗料飛びとかもあんまり、まあちょっとあるけど後ろの方だし、まあ前から見たらそこまで、うん、個体的にも悪くない。まあちょっとね、髪がね、あれ髪どこ行った？あ、あったあったあった。髪がね、ちょっと汚いけど、まあ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 、いいのよ。本体フィギュアなんで。オッケー、シークレット来た。うわ、かっこいい、でかい、ちょっとでかいよ、他のよりも。これ見て。ちょっと、溶け、え、でもさ、そんな、これ溶けやすいのかな？そんなね、熱いとこにいないよ、今。正直。ということで、開けていきましょう。もうほら、ここもべっちゃべちゃよ。はい、行き、とぬるぬるしておりますが、待てよ。クマさんだな。もう行って、クマさん。あ、待って。うわ、あ、来た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 よ。これだよね、これだよね、これだよね。え、何これ、わしょ。シークレットだ。シークレットだけど、何これ、食ワンダーイエロー。ちょっと待って、食ワンダーなの、シークレット、食ワンダー、変なの。ということでシークレット出ました、食ワンダーのイエロー。これイエローって書いてるけど大丈夫だよね、ブルーがあるわけじゃないよね。え、嘘だよ。いやさすがにでしょ。え、これ食ワンダーにブルーが、いやそんなわけない、そんなわけないよな。ということで出ました、シークレット。ちょっと置いとこう、ここに。いや、長かったような、短かったような、先にお前が出るんかいのような。ちょっと待って、組み立て方がわからん。体にマント、これマントというかあれか、襟巻きじゃないけどグレ忍者の ね月光画みたいなのをつけて、マフラー、これを、え、何これ、待って待って待って、どうなってんのこれ、頭、足、あー、なるほどなるほどなるほど、これが先にこう来るんだね。で、いや、なんかさ、いや、あんまこういうこと言いたくないけどさ、なんか安っぽくねえか、シークレット。なんかすげえ色が、なんかなんかただ造形師が造形した後の段階みたいな感じですけど、これシークレットなの？食ワンダー、カニタンクとかの方良かったな、カニタンクが良かったな、シークレット、これ。ということでシークレット出ました、食ワンダー。しかもさっきのべちゃべちゃのさ、これから出たのやばくない？これから出たぜ。いや、皆さん、ちゃんと出ましたからね、今。これほら、ちゃんと溶けてるさ、ほら、チョコレートの跡あるでしょ？これ、べちゃって言って開けたんだから、今。いや。これから出ることある？ということで、シークレットです。食ワンダーのイエローが出ました。ということで、本日ラスト10個目。ほい！お？誰だ？待って！シークレットだ。シークレットだよね、これ、シークレットだよね。
来たー動物の森チョコエッグシークレット2、村人女の子。動物の森で暮らすあなた自身の分身、気分に合わせてファッションやヘアスタイルなど自由にコーディネートできます。ということで、チョコエッグの服を着ている村人女の子シークレット出ました。ちょっとこれ入ってるんじゃない？2つとも女の子が出たということは、まあ皆さんお分かりですよね。そう、 MK さんも当時の記憶がございます。シークレットはね、女の子と男の子で1種類ずつぐらいなんで、あ、1種類ずつなんですよ。これ出るぞ、さすがにでしょ。70個あったらさ、男の子出ると思うんだ。ということで、はい、シークレットの女の子が出ました。かわいいかわいいね、チョコエッグの服。こうやってなんかチョコエッグならではのデザインだったりすると、なんかコラボ感があって嬉しいですよね。ということで、シークレットが出ました。めちゃくちゃ幸先いいです。あー、これもちっちゃい系ではないですね。開けていきましょう。アプロ来い、ほい、あ、来た、マジか、やったやったぞ。これはシークレット来た、村人男の子、すごくない、動物の森で暮らすあなた自身の分身、気分に合わせてファッションやヘアスタイルなど自由にコーディネートできます。ということで、出ました、村人男の子。マジでありがとう、マジでありがとう。うわ、これ怖かったんだよ本当に。よかった、シークレット2個入ってて。いやいや、いいね、この男の子。目がこの下に点々点っていうのが、なんか昔のね、村人感があって素晴らしい。いや、よく出た。マジでよく出た。みんな出ないと思ってなかった、ちょっと。はい、ということで、村人男の子出ました。素晴らしい。マジでありがとう。よかった。君出てくれて、ほんと怖かったんだから。ちょっと並べましょうか。はい、じゃあ村人男の子女の子並べて。いやいや、すごくない？このちょっとなんか、君あれだな、背高いからこっちに来て背高い子はここに来てもらって、並んだ、よかった。ちょっとこれ並んで見てみよう。はい、村人の男の子と女の子、おー、揃った。髪の色ちゃんと違うんだね。へえ、いや、口の形とかもよく見るとちょっと違うか。ということで、ポーズもしっかり違いますね。村人の男の子と女の子を揃えることができました。